こちらは福岡県大牟田市にある源泉かけ流しの銭湯ユリイカといっても天然温泉ではありません。ここでよどみなくあふれているのはひらめきの源泉。人や社会をめぐる当たり前のコリがじんわりほぐれてちょっと自由になれる。お湯から上がる頃には誰かと話してみたくなる。そんな湯あみの時間が今回も始まります。ひらめき源泉かけ流しチャンネルゆりか。はい、では岡さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日とても楽しみにしました。あのみんなでこの楽しみにしてました。ありがとうございます。お願いします。そしたらあのちょっといくつかあのこの3人でですね対話進められたらなと思うんですけど、はい、あのこの岡さん の, あの僕が読んでるこの著書なんです。居心地の良い街ですね、はい、でこれってなんか自殺を扱った自殺防止っていうのを扱った本ではあるんです。で私もあのその興味があって自殺防止に関する本っていくつか著作読んでるんですけど、でもなんかあのどうしても要はどうして自殺に至ってしまうのかとかですね、そういうこうさまざまな原因とか要因とかそこの心理状態みたいなことを扱うことが多くって、はい、でも岡さんのこの著作だとその自殺予防因子っていうことに焦点を当てて、うん、そうですね、で、はい、しかもそのフィールドワークの場所としては徳島県の今は海陽町ですけど旧合併前の旧海部町、海部町を、はい、あのまあでフィールドワークしてるんですけど、うん、まあ、ぜひあのちょっとまあ本読んでない方もいらっしゃるので、はい、その自己紹介も含めてですね、なぜ岡さんがその自殺予防因子っていうことの観点に着目したのかっていうことと、うん、なぜその旧海部町を選んだのかということのあたりをちょっと教えていただけると、はい、分かりました。あのまあ今と違って当時はまだまだものすごく自殺が多い時代、私大学院に入ったのが2007年ですね。でだからそのための研究をしたいということは考えていたんですけれど、私その、まあ、本の中でもちょっと触れてるんですが全然違う仕事を長年やっていて、思いつきで大学院に入って研究しようと思ったものですから、あまりそのアカデミックなバックグラウンドがないというか、幸か不幸かなかったので、その世界でのあまりこうお作法とかを踏まえてなかったところはあるんですね。でそこがあの今のご質問につながっていくんですけど、その自殺問題を扱って研究しようという時に、今おっしゃったようにその自殺危険因子、つまり自殺の動機とか原因とか何が自殺を増やすのかっていう研究は世界中に大変あの分厚いその蓄積があって、 ある程度知見というかその成果も確立していたので、じゃあその私がやるならもうそこを先輩たちがすごいやってくださってるので、あの逆の自殺予防因子ですね、今ご紹介くださった逆からやってみるかぐらいの実は大変軽い気持ちでやりました。なのでそのものすごくこう深く考えてそこに行ったというよりは、まあ、あの自分のテーマを決めるときに先行研究を見るっていうのはもう誰もがやることで、先行研究があまりにこうきちんと整っていたので、じゃあそうじゃないところを逆からやってみようと思ったっていう程度のことでしたね。程度って言っちゃいけないんですけれど、そこで何か新しいことが分かるんじゃないかなと思って、いやでまあ実は大変みんなにそれ無理じゃないかってことをだいぶ言われたわけですけど、まあ、何を皆さん心配してくれたかというと、自殺が起きた原因というのはそれは調べることができても、自殺が起きない原因というのはこれは非常に調べにくいよと、起きたことがないことを調べる、うん、なんか
悪魔の証明とかっていう表現もあるそうなんですけれど、あまり表現じゃないですね。でもそういうふうに言うくらいに、まあそれ難しいんだからちょっと考え直したらどうかというようなことを言ってくれる人もたくさんいましたけれど、私の長所でもあり短所でもあるこの鈍感力みたいなのがあってですね、そうなのかな、まあでもいいじゃんっていう感じでやってみるよって感じでやったっていう、そんな感じのスタートでした。さっきの話はだからあれですよね、はい、自殺が起こったら、その起こった原因っていうのは例えば遺族の方に聞いたりとか、さまざまこうある程度こう類推することができるけれども、起こってないんだから、そうなんです、ね、じゃあ何が原因で起こってないのかっていう、その因果関係証明するというのはとても難しいってことなんですよね。今おっしゃったね。そうなんです、うん、だから研究っていうのは通常その前者の方なので、状況を見てそのちゃんとこう何と何が関係があるようだってことを見つけた後は、その関係性をこう数量的に検証していくとかっていうようなことによって確立できるので、まあ難しいだろうと言われてましたけれど、そういうふうにまあぬるっと始まった研究だったわけですね。で、一番の見方はまあ指導教授で、指導教授はもう本当にいつも面白がってくださってたので、それが私は大変救いで、ちっともこう不安だとか思わずにできたっていうのは大きかったと思いますね。それからなぜ海部町を選んだかっていう話なんですけれど、今度はですね、一点私は大変緻密に選んだんですそれをちょっとご説明しますと、やるからにはちゃんとそのどこが自殺が少ないのかってことを、こう確かな方法で選んだ上でやりたいと、そこは思っていたので、全国のその3318市区町村、平成の大合併の前にはだいぶたくさん今よりあったわけですけど、それの30年間の自殺の統計を全部参照して、で人口規模とか年齢規模が違うとその単純には比較できませんから、まあある統計的な処理とかを施しながら、どこがより高いのか、どこがより低いのか、全国でも随分格差があるっていうことをまあ確認していったわけですね。で、3318の中のトップ10で、つまり自殺が少ない順に1から10まで並べてみると、ほとんどがまず人口規模が極端に小さい。それから、離れ小島であるっていう特徴を持った町が多かったので、私は研究をして何かまあこういいというか役に立つ発見があった時にはちゃんとそれを他の町にも適用したりとか、こう一般化していかなくちゃいけないということは大事にしようと思っていたので、あまり極端に一般的な町と違うっていうところを選ばない方がいいかなと思って、その人口規模が極端に小さいとか、離れ小島であるとかっていうようなことを除くと海部町が残ったんですね、うんうん、ある意味残った。だからでこれは非常に人口規模的にもまあまあ小さな町ですけど、当時はそれほど極端に小さくなかったし、地続きの徳島県の町でしたので、はい、で、まあ、正確には全国8位でしたね。だけども、3318の中で飛び抜けて自殺が低いってことには間違いないので、はい、ここで行こうってことになりました。なるほど、ありがとうございます。私実は、海陽町になってからですけど、はい、一回その岡さんの本読む前に行ったことが実はあって、結構遠いですよね、空港から降りて。遠いですよ。もう車で1時間半ぐらい多分。いや、1時間半で行けたらいいですね、2時間は見とかないと。うん、電車を使っても車を使ってもそのくらいですね。でも高知県との県境にこう近いみたいな、本当に太平洋に面しているような。漁村っていうんですかね、まあ、漁業中心ですし今はいろいろ
農業とかそういうのも全部されていますけれど、まあ、他の町も同じようにされてますけどね。昔は漁村としては大変栄えてたわけで、お仕事で行かれた。あ、そうですそうです、はい、徳島県のいくつかの町、それこそ後でちょっと話に出ると思いますけど、対象となる A 町みたいなようなその山あい、まあ、はいはい、A 町かどうかは分かんないんですけど、そういうようなところとこう結構私の知り合いとかがいて、そう県内いくつか、ま、巡った時に、あ、そうですか、はい、海陽町にも行かせていただいたことがあって、はい、いいとこだなと思って、またその時はそのぐらいのあれでしたけど、そしたらちょっとここから話をまた旧海部町の話で少し掘り下げていきたいなと思うんですけど、はいはい、このお母さんがこう本で書いてあることって、こう僕たちこうポニポニがこう目指しているこう人と人との関わり方とか、あと町の在り方みたいなことにすごいこう近いなと思って、ものすごく共感をしてるんですけど、はい、ここから先はちょっと自殺防止っていうテーマに小さくこう絞るんではなくて、はい、本のタイトルにもなってるように、どうしたらこう人が生きやすいのか、生き心地がいいのかみたいな観点から少し話し進めていきたいなと思うんですけど、はい、その旧海部町で、まあ、何年もこうフィールドワークを岡さんしていくって本の中でもそういうエピソードがたくさんこう入ってるんですけど、まあ、そういうことも踏まえてなんですが、人がこう生きやすい町になるためにはこうどんなこうことが大事なのかというか、どんなどうしてたらいいのかってことを、まあちょっとそういうエピソードも踏まえて少し話ができたらなと思うんですけど、うん、はい、そうですね、まあいろいろありすぎて話がすごく散らかる可能性が高いんですが、まあ自分なりにここに集約されるのかなっていうところを一つ申し上げるとすると、海部町はそのいろんなことを考えたり行動したりする時のベースみたいなのが、その人間は所詮しょうもないやっちゃっていうところに、そこにこのベースを置いてると、デフォルトはそこだっていうところなのかなっていう、でこういうふうに置いておくとですね、本当に何か楽に生きていける通常そのまあ親が子供を育てるとか先生が生徒を指導するっていうと、人間はこうあるべきだっていう非常に高みを示してここを目指せというわけですけれど、海部町は逆に人間なんてもう所詮この非常にこうこんなところに這いつくばってるところに基本があるわけだからっていう、そうすると何がいいかっていうと、ちょっとした気の迷いでこうまあ人を裏切るような、まあ、人を傷つけるような行為をしたとか、あるいは何かそのつい大きな商売に手出して大借金抱えて周囲の人に大迷惑かけたとか、まあ、いろんなことでその周りの人にを困らせたり傷つけたり、本人も非常にこう落ち込む事態になった時も、でも誰にだってそういうところはやっぱあると、ちょっとした気の迷いで悪いことちょっとやってみたりとかあるんだ、ずるいことを言ったり嘘ついてごまかそうとしたり、自分はそれほどでもないのに大きく見せたりとかいうことは誰にだってあるっていうところをこうベースに置いとくと、やっぱりそのなんて言うんですよね、需要の度合いが全然違いますよね。そういう人をこう今インクルーシブとか包摂とかすごい流行りの言葉ですけど、うん、包摂のために何が必要かっていうと多分ここじゃないかなと。所詮人間そういうもんなんだから、それはあんたちょっと悪かったけど、でも大なり小なり自分たちもそういうとこあるわなっていう気持ちで対応していくっていうところが、すごくこう生き心地がいいっていうところにつながるんじゃないかと。で失敗した人も、まあ、ちゃんとそうするとその挽回できるっていうところが、子どもたちにもちゃんとこう日々の生活なんかで見えてくる。ちゃん大変なことしでかしたそうやけど、でもまあまあまあなんとか
みんなにいろんなこと言われながらも助けてもらったりしながらまた元の生活に戻っていってるなっていうのを見るのと、大失敗したからもう世間に顔向けできませんと言って町を出てったっていうのを見るのと、どっちが子どもたちが何かこんなこと人に言えないんじゃないかと思った時に開示していく、オープンにしていく方向に向くか、こんなこと大変なことになっちゃってるんだけど助けてくれって言えるかっていうと、それはもうやっぱりしょうもないやっちゃデフォルトの方がどう考えてもその援助気球 SOS を出せるって方向に向くと思うんですよね。そうですよね。なんかあれですよね、なんか本の中のエピソードだったかな、なんかその町の学生さん、女子高生とかとこう学生さんたちとこう話した時に、はいはい、なんかその町の中でなんか要はなんていうのかな、近所のおじちゃんたちが気よく暮らしてるっていうのをこう見て、はい、なんか それが要はまあ、ロールモデルじゃないけど、そうですね、ロールモデルですよね。はいはい、いいキーワードを教えてくださって、私もその昔からロールモデルって言葉はよく耳にしていて、子どもの その成長とかに非常に重要だと。でも通常ロールモデルっていう時にみんながイメージするのはすごくこうなり名を遂げた、まあ、非常にこう大変な思いなしながらも頑張ってこんなすごいことを成し遂げたとかいうのが割と多かったような、例えば、はい、イチロー選手みたいな、ああやって夢を持ち続けて努力してればああいうふうになれるんだみたいな、よく言いますよね、学校とかでもね、そういう言いますね、そうね、はい、でそこがやっぱり歌舞伎町の人ってものすごく身も蓋もないくらい現実的っていうか、あんな風になる人何千万人に一人やみたいなことをちゃんと言える人たちっていうかですね、そこがすごくて、だからそれよりもロールモデルってどうあるべきかって、海部長とお付き合いしながら私の中でロールモデルってこういうことなんだろうなと思ったのは、別になんかすごい立派な業績を上げたとか成功してるとかっていうわけではない人たち、まあ、世の中圧倒的にそういう人たちが多いわけですけれど、そういう人たちが別に何かでも普通にとても機嫌よくそれほど不幸でもない感じで暮らせてるっていうのを見るのが、こういうロールモデルが周りにたくさんいることが重要なんじゃないかなっていう、あ、これでいいんだなと、これででもまあいろいろとこうでこぼこ辛い日もあるけど、まあ、また楽しい日もありながら、まあ、鳴らすとまあまあだっていうような人生で機嫌よく暮らしてる人がいるっていうのを見ることが重要なんじゃないかなっていう気が、この海部長以後そう思ってます。なるほど。さっきのその包摂の話をちょっと戻りたいんですけど、要は人は所詮しょうもないやっちゃっていう、その旧海部長のデフォルトの一方で、よく僕らがいわゆる包摂っていう時って、やっぱり包摂って言った瞬間に線が引かれてるじゃないですか。なんていうかな、その包摂こっちはする側されで相手はされる側というか、どっかで線がこうで、そのよ、多分その線がその、うん、でさっきのなんていうのかな、ロールモデルで学校で教わるようなこういう大人になりなさいっていうか、こう人はこうあるべきだみたいなもので、こう自然と形作られていると、実はその線っていうのがずっとこう狭くって自分の手前の方になんかあるような印象があって、でも片やその人間です、しょうもないやってとか、近所のおっちゃんなんかしょうもないけど幸せそうに暮らしてるっていうのがこう普段目にしている姿だとすると、ぐっと広がってっていくというか、そこはなんかあえてなんか包摂してるっていう、うん、その人たち思ってないけど自然と包摂されてる、思ってないでしょうね多分ねあんまりそういう境界線とか上下とかそういうことは感じてない
印象がありますよね。なるほどね。そうだから包摂って言った瞬間に、そのなんか線引きみたいなことが自然と同時に起こってきちゃうんだけど、多分旧海部長の人たちって岡さんの話聞いてると、なんか別に包摂してるとかっていうそんな感覚じゃないんじゃないかな。そうですね、あのすいません、私が勝手にちょっと後付けしただけで思ってもいないと思いますね。それ何や、あの食べられるんかぐらい言われそうですね。もうダイバーシティがそうですからね。海部長はその多様性ってことはものすごく重視するところがあるんですけど、でもその意識的にしてるじゃないっていうところが面白くて、だから今多様性とかダイバーシティって本当に毎日のように聞く言葉ですけど、ダイバーシティっていうとなんやそれって言われてますからね。だから、はい、無意識のうちにでもその手探りでこういう方が気持ちがいいんだっていうところにこう、うん、みんなが近寄ってきたのかなっていうイメージですけど、なんかその旧海部長の人たちのこう独特な気質で面白いなと思ったのは、うん、これも本の中のエピソードであったんですけど、はい、例えばなんかどこどこの誰々さんがなんか鬱っぽいみたいやでみたいな話になったら、はいはいはい、普通なんか鬱の人はそっとしておいてあげようみたいな、こういわゆるハウツーだとそういうふうになんか言われるじゃないですか、でも、はい、旧海部長の人たちはそれはいかんってみんなこうなんか励ましに行ったりこう見に行ったり、やらないかんって言ってそれは面白いな。私もあれは面白くて、あ、行くんだと思ってですね、押しかけて行くんだねっていうのが面白かったのと、あの場面はもう一つ面白かったのが、そのみんなが点々バラバラにでも一斉に行かなきゃみたいなことを言ったんですけど、あの私のそれまでの生活でありがちなのは、そこで一回そのこうなんだろうな、1ラウンドあるのが、あ、どうする、お見舞い行く、あなた行く、あなた行くなら私も行こうかなみたいな、そういうのが、うん、はありがちですよね。あのそれがないんだっていうのが、それすっ飛ばしてパッともうリアクションがあるっていうのがすごく面白かったんですね。そういうのも特徴の一つでしたよね。その周囲がどうするかっていうことを、うん、あの気にしないっていうか、うん、普段から自分はこうならこうするっていうのがこう常にあるんだと思うんですね。だから反射的にもそういうふうなパッと出てくるっていうか、他の人はどうするんだろうっていうようなことを考える前に自分ならこうするっていうことがなんか決まってるようなイメージですね。それがあれですよね、なんかその赤い羽の募金回しても全然集まらないみたいな話も、はいはい、そういう自分で考えてみたいなことなんですかね。それがすごく特徴的ですね。その募金を他の町はみんなが同じように募金する、しかも金額も似たようなのを回ってきますよね。回ってきたらもうなんかとりあえず300円入れるなら、まあ、みんな揃って300円入れたとかって聞きながらまあ、じゃあ私もそのくらいみたいなのがないですね、うんうん、しかもそのこうこうこういう理由で募金はしませんときっぱり言う人もいるし、うんうんうん、で重要なのはそういうことを言う人を責めないっていうか排除しないっていうか、もうこれはもう完全に表裏一体で、もしそういう人をあの抜け物にしてたりするとそういう、ね、自分はしませんとかいう人は当然こう消えていくわけで、最初はそれをちゃんとその、うん、受け入れるっていう下地があるから、自分は募金しますとか自分はしませんっていうのが言えるっていうのがありますよね。なんか片やでも自分がこれは大事だと思ったことには気前よくお金を出したり、ね、そうなんです、そこがね、うん、だからあのそうです、それは声を大にして言っておきたい、単なるケチじゃないのかっていうことを言われては気の毒なのでしかもその一番誤解されて困るのは、もうじゃあもう単なる個人主義ですねと、うん、の人のことはどうでもいい、自分はこうするんだっていうことなのかっていうと、それは全然違っていてっていうことを言っておきたいんですけど、はい、そうです。例えば神輿の修繕に募金を しますとかっていうと、それには賛同するからそれにはって言ってものすごく大きなお金をポンと出す、その同じ人が赤い羽根募金どこへ行って何に使われとんじゃって言って、
そのわけのわからんもんには100円たりとも出しとうないとかって言って、まあはい、それをちゃんと許容する空気がありますね。なんていうか、その地域の組織として、はい、本の中では法売組っていう、その地域独特のその組織みたいなのがあるんだってことは書かれてあったかなと思うんですけど、いわゆるこう自治会みたいなものもあって、さらにその法売組みたいな、その独自の組織みたいなのもあるんですか、ね、そうなんです、はい、こうクロスっていうのかな、2種類あって、うまくこうダブってる感じがあるんですけど、いわゆる町内会みたいなものがあるんです、うん、それは今だとブロック区画ごとにとかっていうような回覧板回すのはここまでみたいな、うんうん、のが町内会のあり方で、もう一つ今言ってくださった購買組っていう、そのものすごく古い歴史を持つ総合扶助組織は、年齢層でグループを作ってる、町内会はご近所で作ってる、購買組は年齢改定型っていう難しい言い方の組織なんですけど、要はその毎年中学校出たぐらいの年齢になると、前後4歳か5歳ぐらいの15歳から19歳ぐらいのがなんとなく声を掛け合って、そこもすごく緩いんですけど、組を作って組で加入していくんですね、その年齢層が。で毎年とか2年に1遍ぐらいそういうのが入っていくので、こう階段状にこうそういう年齢層のグループが積み重なってるっていう構図の組織ですね。で両方とも入ってる人もいれば、片方にしか入ってない人もいるし、なんて言うんだろう、そういうふうにいくつか用意されてるっていうのはすごく気持ちのいいことだと思います。これに入らなきゃもうアウトだっていうような、ここでこの町で生きていくからにはこの組織に入らないともう大変なんだっていうなっちゃうと、途端にまあ我慢してでも入らなくちゃって息苦しい状況になるわけですけど、これがなくてもこっちがあるよっていうような、つくづくやっぱり選択肢は1っていうのはダメだなと思いますよね。2以上あると苦しいですよね、楽になる、これは、はい、キーワードだと思いますね、選択肢があるっていうことは。なんかその例えば法売組に入らなくても、そういう組織に入らなくても、要は誰も不利益受けないっていうこともこう書いてあったじゃないですか、はいはい、なんかそれもなんかとても素敵だなというか、よくなんか、ね、地方の町とかであるのは、この組織に入らないとやっぱりそのなんていうか何の恩恵も受けれないし、要は、ね、村八分になっちゃうみたいなことがよく言われてることですけど、決してそうはならないっていうことですよね。でもこれは本当に不思議な現象で、ものすごく貢献する人もめったに貢献しない人も同じように扱ってもらえてるっていうのが、どう考えてもそれずるいじゃんっていう人が言い出しかねないことが起きているけど、まあ、そこがなんかうまくいってるのが、これはまだ完全には私もなぜそうなのかっていうところを把握しきれていなくて、何人かの先生と研究チームを組んで研究してるところなんですね。まだ最中なんですよね。今企業なんかでも、あるいは例えば生活保護の問題なんかでも、フリーライドとかフリーライダーっていう言い方、あるいはあまりいい言い方ではありませんけど、ただ乗りとか、そういう自分は貢献してないのに取るものは取っていくんだなっていうようなことを、まあ、非常に責める風潮っていうのがあるわけですけど、給料泥棒とか言いますね。で、会長は今言ったように人によって貢献度がバラバラでもそこは気にしないっていうところがあって、なぜそうなのかっていうのがね、まだ完全に解明できていなくて、町の人たちに聞いてももちろんなんでやろうって言われて終わりですし、まあ、私の仮説は一つは、歴史的に
あの移住者がたくさん集まって急速に発達していった町というそういう歴史を持っているので、その何より大事な資源は人間だっていうところの、そのこう世界観みたいな価値観みたいなのがもしかしたら培われていったのかな。そうするとあのそれは有能で人の3倍働いてくれる人もありがたいけど、人の半分しか働かない人でも何かやっぱりあのその人なりにあの発揮できる場面とか、あの助けてもらえる場面、助かる場面っていうのがあって、そこを排除したらもったいなさすぎるっていう、そういうまあ価値観がもしかしたらね、そういう歴史的背景もあって培われたのかなという。だからあの決してその人間というものをあの切り捨てない、切り捨てるのはもったいないっていう考えなのかなという気はしますね。なるほど。なんかだから必ずどこかで、はい、役割があるんじゃないかっていう、そうなんです、そういう感じがします。あのそれが見えてるわけじゃないんだけど、あなたにはこの役割があるねっていうことが見えてて、言語化できてるわけじゃないんだけれど、あの今ではない未来とか、ここではないどこかで、あの何かその貢献したり誰かを助けたりっていう場面があるはずなんだみたいな、そういう感じですかね。なるほど。原口さん、なんかここまで聞いてる中で何かありますか？いやもう大変です、いっぱいあるんじゃないかありえない。いやそんな、いやそんなあれなんですけど、あのいやいっぱいあるというか、いやあのいやここまでで前半みたいな形、もし前半なのかあれなんですけど、あのいややっぱすごい面白いなって、やっぱ改めて本読んだり前に少しお話聞いても思ったんですけど、こういやさっきあの梅本さんも言ってた人間はしょうもないやっちゃの話って、はい、あのいや多分これすごい面白いなと思うのが、あのしょうもない人がいて、あの人あのなんていうのかな、あのにに、一番自分の中で、あこれ大事だなと思ったのは、あのなんていうか、いや人間はってとこが重要なんだなっていうのをなんとなくちょっと整理しきれてないですけど思っていて、人間はしょうもないやっちゃ、人間は所詮しょうもないやっちゃって、かなりこう、あ誰かはっていう話になってないっていうか、つまりその自分が入ってるっていうのはなんかすごい大事なことだなって思っていてですね、で多分あのなんていうか、あの自分がそこに登場していない、ことだと、あのいやあの人はなんていうのかな、ちょっと言い方これぐるっと回っておかしくなってるかもしれないんですけど、あのしょうもないけど何々なんだっていうか、あの人はしょうもないけどいい人なんだとかではなく、なんかあのそもそも人間はしょうもない、それで良いのだってあのいう話にたどり着けてるっていうのは、あのつまり自分を特別扱いしてないっていうことがやっぱすごい大事、ね、っていうことが、うん、なんかすごい大事なんだろうなと思ったんですよ、まずなんかあですよね多分。だから、例外なくっていうか、あの、なんていうか、途中で出てきた、誰かが、あの、人を傷つけたり、例えば、あの、大借金を負って迷惑をかけた人がいて、うん、じゃあその人が、岡さんさっき言ってくれたらすごい分かりやすかったんですけど、あの、町を出ていくような、地域だったら出ていかなきゃいけないような町だったら、あの苦しいよねと、でただそれが挽回できたり受け入れられてるっていうのを見て、あのあそれはなんていうか自分がもし崩らくても言い出せるなっていうところがあった時に、あのちょっとどういう順番でどういう形でなってるか自分もまだ整理できてないんですけど、あの自分もそうあっていいというか、自分もそもそもどうしようもないから、うん、あののだっていう話に、ごめんなさい、こううまく言えてないんですけど、ここが
どううまく転じられるかっていうのは、なんか鶏卵じゃないんですけど、そういう人を見てなのか、なんか自分がそうなってるからそう見えるのかとかっていうのが、やっぱこれ、なんていうか、文化みたいなものなのか、どういう形で、こう循環があるんだろうみたいなのが、一個、まず少なくとも一番言いたかったのは、その、自分を含めないと、これ大きく間違えるんだな、みたいな。本当ですね。それは本当、なるほど、キーワードですね。ですよね、多分。なので、例えば、地域地域、まあ、大牟田もそうですけど、なんか認知症の人であっても何々でも、なんかそれってうまくはまらないと、やっぱりどこかさっきの目元さんが言うところの、ああこう線が残っちゃってるっていうか、線を乗り越えるっていうのはやっぱりその自分をどう含められるか。なんで僕らだと、この間中学校にも、まあ去年一昨年こう授業に行った時に、前に岡さんにもちょっと話しましたけど、我々がこう総合学習の授業で行かせてもらった時に、まず何やったかっていうと、自分たちがどれだけどうしようもない大人かっていうのをまずこうアピールしたわけですよね。で、なんかそこからスタートしないと、みんなになんかいいよって、どうしようもなくていいよって言っても、なんかこう違う、伝わり方も違うよなみたいなのもあったりして、うん、あ、そうですね、はい、あ、そうなんですね、あ、ごめんなさい、というのが一個と、なんかそのあたりが自分の中でもう少し整理していかなきゃなと思ったのと、あとは自己肯定感っていう言葉があるじゃないですか、うん、はい、で、ちょっとこれみんなこう今日聞いてるみんなとか、メモさんとかだと整理ついくのかもしれないんですけど、要は人間ってしょうもないやっちゃって、なんか人間ってしょうもないやっちゃって、自己肯定感とどういう関係なんだろうってちょっとふと思ったんですよ、うん、なんていうか、そうか、そうですね、うん、でしょうもないって思っちゃってるところとようにも見えますよね、はい、でも多分本質的にそこではなくて、なんていうか、肯定感の肯定って、まあ、分かりやすく言うと、さっき言った一郎みたいなものがあったり、まあ、一郎がどうってないんですけど、なんかこういう状況が認めていい、でもそこに対して何か容姿だったり、何かこう勉強だったり、何かがうまくいかないっていう時に肯定感がなんか下がるみたいなことに対して、構造的にそうなってるだとすると、そもそもそういう肯定感のこう価値観のあり方自体を、こうなんかバー自体がなくなるようにするっていうか、なんかそこに軸がなくなることによって、自己肯定感って言った時にパッと今だとなんとなくこう折り合わなさそうなことが、むしろこうしっかり折り合ってるっていうことに、何かこうポイントがまたあるのかなと思ったり、それってもうなんか最後の感想みたいになってきたんであれなんですけど、いや、人間ってしょうもないやっちゃっていう時が、自分ってしょうもないやつだってっていうのは、だいたい肯定が低そうだなという。あ、そうですね、そうなんですよ、キリしてるような、そう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 、そうではない、その底抜けの明るさだったりっていう話と、ごめんなさい、もう最後まで言っちゃうと、な、今までのやつなんですけど、いや、ちょっと岡さんが本で書かれている、まさに多様性のいろんな人がいて、良いいろんな人がいることがいいとか、人物本位とか、どうせ自分なんて言って考えないとか、病を一に出せとか、緩やかにつながるとか、いくつかこう予防因子としてこう出されていることの根底に今のがあるっていう話あったじゃないですか、はい、人間は所詮しょうもないやっちゃう、はい、でこれってやっぱり確かに、なんか岡さんそういうふうにまとめていただいて、まとめてもらって、その本の理解も一歩進むような気がしたのが、そう、もしかしたら書かれてるかもしれないんですけど、やっぱこうそれぞれをつなぐこう人間観みたいな、なんかそのどういう時にどうするか、どういう時にこうする、どういう時にこうするっていう話っていうよりも、人間をどう考えるかっていうことが、やっぱり土台になってる、その人間観みたいなものを、こう、一つ大事に考えた方が、なんかこう、お母さんの書かれてることとか、海部長が理解できるのかなとは思ったんですよ。なんか、なので、その、例えば5つ挙げられてる、その根底にあるって、なんかさっきおっしゃったんですもんね。すべてそこに集約される。まあまあ、全ての起点なのかなと思ったわけですよね、うんうん、ってことですよね。今整理してくださったのを聞いてて、本当にこうなるほどと思いながらお伺いしてて、結局なんて言うんだろうな、自己肯定感っていうのも、うん、すごくいい言葉だけど、やっぱり取り扱い注意ですよね。なんか記号なんかちょっとしますよ、ね、それをそのなんか育もうとするノウハウとしては、
あのお友達同士で、誰それちゃんあの迎えに座った子にのいいところをあげましょうみたいなことをなんかあるじゃないですか。確かそうなりますよね。確かにそのいいとこなんかどこも見つかんなくたっていいぐらいのそのなんていうのかな、うんうん、そんなにそうそう無理して探さなくてももう誰だって持ってるの終わりみたいな方がそうそうそう誰だってあるんだっていう そのそこを別に言語化しなくても取り出さなくてもそういうもんだというであのそしてそのそれと並行して人間ってとにかく間違いを犯すだらけのものなんだから間違って当然っていうベーシックなところも言っていくっていう、うんうんうん、そのなんて言うんだろうな、うん、いいところをあげましょうなんて言ってる時点でもう相対化しちゃってますもんね。そうな気がするんですよ。得点つけてこのここより上か下かみたいなところに結びつきかねないっていう点ではちょっと注意しなくちゃいけない言葉でもありますね、うん、それを今ちょっと気づかせてもらって非常になるほどなと思っています。だからそこを振り切ってるんでしょうね多分しょうもないやっちゃっていうのは。あそうなんですよ。で、うん、多分あのこれはなんとなくなんか直感的にっていうかあれなんですけどそのつまりそれが問われること自体が、まあ、ある意味でこう余暇的なというかエンターテインメントとしてなんかそういう話が日々あるっていうのはあるかもしれないけど、まあ、それはある意味であのつまりいいところとか悪いところとかっていう話はまあ日々あるかもしれないけどそれはある意味でまあですよね、まああのまあ、本丸じゃないというかであの、うん前提としての何かがあってその何かが生き心地よさであるというのは多分すごいポイントだなとまた一方では思っていてつまりそれは生き心地よさって知覚できないじゃないですか。認知領域じゃなさそうじゃないですか、うん、つまりか感じる領域だと思うんですよ、うん、だからタイトルもいつも素敵だなと思ってるんですけどあの生き心地よさって感じることしかできなくてでもはや表現の対象にさえするのがとても難しいですよね。で、はい、さっきの自己肯定感の話で言うと何かここは、私が、なんとなく いられるっていうか居やすいっていうか場合によってはホッとするとかあったかまるみたいなことが体感的にされている状況だと考えた方があの先ほど あの相対化の議論とか、うんまあ、どこかこう言語化によって生まれてしまう、 こうクリアな状況とは違うのが生き心地の良いっていうことともつ重なってることだなと思ってそれはとっても大事なことだなと思って、うん、なるほど、うん、確かにその生き心地の良い良さをこう目指すっていうのは、うんそのなんでもいわゆる、まあ、ちょっとまた自殺の話に戻るとするとよくその、はい、自殺を予防するみたいな文脈で言うと援助気球能力助けてって言える力を高めていくとかですね、はい、あとはその学校とかで言うと教育の分野で言うと命の授業をするだとか、あとあのいろんな自殺の危険因子の中で言うとやっぱりどうしてもこう自殺する前とかは気分的に落ち込んでる鬱の状態があったりその経済的なこう借金の問題経済的な問題があったりとかというとそこに対するあのメンタルヘルスのアプローチとかあの要は、経済的な問題の相談窓口を作るとかですね要はそういうポイントポイントの対応策になりがちなのを、うん、そうではなくてその要は環境にどう環境を変えていくのかとか要は全体的に住みよい街にしていくことがはなんていうのかなその一つのこの間も岡さんと話した時に一つの問題だけをこうフォーカスして、はい、それに対してなんとかこうやっていこうっていうとまあ関係者の合意は得やすいんだけどでも結局ここの部分から漏れていくものがたくさんあったりするっていう部分では、なんかこう社会全体にアプローチしていくとか社会とかの制度とかのあり方全体を捉え直していくっていうそういう大きなこう視点なのかなと思ってるんですよね、うん、その辺ってなんかどう思います岡さんこれまで取り組んでおっしゃるようにその包括的にやりましょうというとすごくやっぱりあの合意を得にくいし、うん、あの優先順位をつけるとかあと
現実的にはその予算をつけるっていうようなことが途端に難しくなっちゃうっていう、まあ、困った面もあるわけなんですけれど、でもまあどう考えてもやっぱり実はあの急がば回れじゃないけれど、あの何かピンポイントに取り出すよりはもう行きやすいってなんだろうってことを考えてベーシックに取り組んでいった方が最終的には効率がいいんだろうなっていう、その一時が万事つながってるっていう風な捉え方でやった方がいいんだろうなとは思っていて、でその合意をどうやって取るかっていう話なんですけど、合意を取るっていうかあのどういうアプローチでやるかっていう時にちょっと考えてみてたんですけど、あの2つぐらいあるかなと思っていて、1つはですね、あの人間の心理というものをやっぱりちゃんとこう踏まえた上で、いかにこれがそのこうした方がお得なんだっていうことを見せていくかっていう、あのそれはコストの面でもいいですし、あるいはそのイメージとして見せるのでもいいんですけど、そこをやっぱりあの怠けていると合意はなかなか得られない、これが良くなると結局こうなってこういうふうにも使えるしこういうふうにも使えますっていう絵をいかに見せるかっていう、でその絵を見せた時にそれを受け入れやすいかどうかっていう、あの体質に子供を育てておくっていう、ペイフォワードっていう言葉はあの聞かれたことがあるかなと思うんですけど、今やってることがそのすぐに自分にとってそのいいこととして返ってくるわけではないかもしれないけれど、あのそれがあのまああのことわざで言うその情けや人のためならず巡り巡りて斧が身のためって、いつかはまあちゃんと巡ってくる、なんなら自分が生きてる間には巡ってこないかもしれないけど自分の次の世代に巡ってくるっていうようなあの壮大なものの見方をやっぱちっちゃい時から癖つけとくっていうことにしとかないと、いきなりその包括的にやりますベーシックにやりますと言ってもなかなかその合意は得られないでしょうから、あのペイフォワードの話はやっぱり子どもの頃からちょっとこうなんだろうな、例え話なんかを入れながらやってると割と分かりやすい話ではないかなと思うんですよね。だけどそのあのものすごい短いスパンであのその報いというかご褒美っていうものが自分に返ってこないと、あのそれはあの得したっていうことにならないっていう方にならされちゃってると、あの、うん、やろうとすることはうまくいかないと思いますよね。ペイフォワードとか、あるいはあの近江商人の言ったというその三方よしという考え方とかですよね。自分が良くてもそれだけではダメで、相手もまあ客ですかね、客にとっても良くてそれだけでもダメで、地域社会っていうものも良くって、初めて商売っていうのは今流行りの言葉で言えば持続可能になっていくと。そこを忘れるとやっぱりいい時はいいけど、もうあのあっという間に崩れていったりするっていうことを、まあ、ちっちゃい時から教えていくとか、それが一つ。すいません長くなって、やっぱり損、何が損で何が得なのかっていうことをちょっとこう切り口を変えてちっちゃい時から分かっててもらうっていうのが一つと、それからもう一つはあのこれは実際にことを進めていく時に、実際にその具体化していく時の話ですけれど、これこの間お話したかどうかなんですけど、人間行動科学を取り入れたナッジというあの概念というものがありますというお話はしましたっけ。あのちょっと分かりやすい例でナッジをお話ししますと、まあ、有名な話なんですけどご存知かと思いますが、オランダの国際空港の男子トイレの奇跡と言われてるんですけれど、
大変なその年間制作清掃費、掃除の費用ですね、年間何億円というお金がかかっていて、何とかしたいっていう時にモラルに訴えても全然ダメなわけですね。皆さんのトイレで清潔に使いましょうとかいう張り紙ってよく見るかと思うんですけれど、そんなことをしても、まあ、空港なんて急いで駆け込んでくる人もいたりして、で非常にこう無茶な使い方をして出ていく人も多いと。で何をやったかというと、その男子トイレのビローの話で恐縮ですが、各便器にハエのイラストのシールを貼ったと。そうするとこれはどういう効果があるかっていうと、その人間っていうのはなんとなく的のようなものをこう見せられるとなんとなく狙うっていう習性がある。これを生かしてそのトイレが汚れる範囲っていうものを劇的に減らしたわけですよね。劇的に減らしたから清掃費も劇的に減ったと、8割削減したそうです。というようなそのモラルに訴えるとか教育の効果を待つというのではなくて、人間行動科学っていうものを利用してその正しい方向もこうなってほしいっていうところに導いていくっていう、これもやっぱり合わせ技で使った方が絶対いいだろうと思ってます。で特にすいません話長くなって、もう一つの例を先に言った方が良かったんですけど、そのアフリカで大変その衛生状態が悪い環境にいる子どもたちが本当に5歳になるまでにどんどん死んでいくっていう事態を何とかしなくちゃっていう時に、その食事の前に石鹸で手を洗うっていうだけでかなりその改善できるのに、ところがまあ先祖代々石鹸なんてものはもう見たこともないっていう村で、いかにその手洗いの習慣を定着させるか、その時にやったことは、子どもたちに1個ずつ石鹸を与えて、その石鹸の中におもちゃが埋め込まれてると。もうお分かりでしょうけど、その子どもはそのおもちゃを早く取り出したい、その石鹸を使えば使うほどその日が近づいてくるので、もう言われるまでもなく石鹸を使うようになったっていう話なんですけれど、こういうふうにその教育とかってやっぱりものすごい時間と手間のかかることなのに、その間にそのどんどん子どもが亡くなっていくっていうようなことをただ放置しておくのかっていうような時に、この人間行動科学を利用して、ナッジっていうそうですけど利用して対策を考えるっていうのはすごく私はどんどん取り入れたらいいんじゃないかと思ってるんですね。教育はもちろんやりつつですけど、並行してそのナッチの方をやるっていう、そういうことをやってはどうかなと思ってます。すいません、ちょっとお話が離れていってしまいました。いやいやいや、全然全然、とても大事なことで、やっぱり、その直接ぶつかってさっきのモラルに訴えてもとか、やっぱこう、こうした方がいいですよね、こういう世の中になった方がいいですよねっていうのは、みんな、そうは思うけど、でもそれでなかなかこう人は動かないっていうところを、そういう何でも環境を変えていくことで、自然とそっちに向く行動が移っていく、本人も無意識にっていうところが鍵で、外部長って割とそういうところが上手な気がするんですね。気がついたらそのこう悩みを打ち明けてるとかですね、困ったことがあったら打ち明けなさいよと言うだけじゃ人間ってやっぱりなかなか動けないもんだっていう、その人間の本質をちゃんと知ってる人たちなので、そればっかりじゃダメだと、うん、気がついたら打ち明けてる、あるいは大きな問題になる前にもうちょびちょび小出しにできるようにしとこうとかっていうような、このある種の仕掛けというか、そういうこともやっぱり人間観察がすごく優れた人たちなんじゃないかなっていう気がしますね。